大丈夫です。はい、どうも。どうもどうも、どうもです。どうもです。はい、どうも。どうも。アバーガーどうも。履歴残してください。あ、履歴残しておきますよ。履歴はそうですね、残しておきましょうか。履歴今じゃ残しておきましょうか、非公開中のやつを。これめんどくさいんだよな、履歴残すの。めんどくさいって言っても、そんな、そこまで手間でもないんだけどね。はい、公開できるやつ今公開しました。どうもどうも。来た、どうも。ふぅ。公開できるやつ公開しときまして。配信履歴は配信中に見れるのか知りません。見れるんじゃない？知らんけど。見れないのかな？いや、見えますね。配信中でも。スマホからだと見れないですか？知らないですけど。なんかやることないかな。なんかやることないっすかね、本当に。何かやることないかな。マジでやることないっすな。
そう、外行くと電話する人いるからね。外行くと電話するやついるからね。ほんまですよ。電話されたら何がどうダメなの？そんなん説明しなくてもわかるだろ、そんな。電話する人って精神障害。まああれ暇人なんだろうね。本当の暇人だと思いますよ。あ、KP どうも。超絶暇人だよな。おはようございます。電話番号を調べるのが早い。いやだってそんなの別に、今の時代、お店とかでさ、お店の情報なんて大体の店がネットに載ってるじゃん。自身が公表したり、自身が公表してなくてもそういうのなんか書いてる人とかいるじゃないですか。店の名前ググったら電話番号で出てくるよね。今の時代。あ、そうそう、昨日ね、ほら、あれで、ね、嵐のさ、桜井と相葉ちゃんが結婚したじゃないですか。あれ、俺、緊急で枠取ったのよ。ちょっと衝撃的なニュースだったんで。で、俺ね、あれね、昨日どこでね、枠やってたかっていうとね、俺んちの一番近いガストなんですよ。俺んちの一番近いガストで昨日やってたの、そしたら電話来たからね、完全ラジオ配信なのに。まあ、正直、俺ん家から一番近い飲食店ではあったから、あ、違う。定食屋、いつも行く定食屋の方がもっと近いけど。だまず、あれなんだろ、唐揚げ食ってるっていう、なんかそのね、あそこのガストってなんかの唐揚げ屋とコラボみたいなしてて、っていうのがヒントになったのかな。あと、ちょっと飲み物取ってくるわみたいな感じで多分飲み物取ってきたから、まあ、要するにドリンクバーっすよね。で、それで行って俺ん家から近いんで、あそこが。まあ、近いっつっても車で行かなきゃいけないような距離なんだけど。だそうそう、だから片っ端からかけるんだろうけど、まあ一応ね、そういう、ドリンクバーと唐揚げっていう、あと俺ん家からある程度近かったっていう、ある程度っていうか、近くの飲食店覗いて、あ、近くの定食屋覗いて多分一番近いんで、そういうのが重なってとりあえずここら辺かけとけみたいな感じで片っ端からかけるうちの最初の候補ら辺で多分当たった感じだわね。特定も何も、まあ正直そんなの片っ端からって感じだろうから、あれだけで完全にどこかっていうのは完全にはわかんないだろうから。そう。でも完全にあれ、片っ端からかける最初の方の候補で多分ヒットしたっていう感じ。まあ、名探偵っていうか正直まあ、片っ端からだから。ほんな名探偵なんてレベルじゃないよ。名探偵とか、コナンとかだったらもっとさ、なんか完全にもっと特定してやっていくだろうけど、まあそもそもそんな特定するヒントもそんなないけど。そう、だからさ、店も意味わからないかと言われてみれば、いや、ほんとだよね。だからさ、絶対あれ片っ端からかけてるとこあると思う。だから、昨日のガスト繋がった前に他の店にもかけてる可能性あるし、
で、要するになんか繋がったところで他の店にも多分いっぱいかけてる時あると思うね。片っ端からっていう感じで。で、その店からしたら迷惑な話だよね。片っ端からかけられて、俺がいなかったお店とかも、にも多分いっぱいかけてる中の一軒みたいなとこあると思うから。そういうお店には迷惑だよね。俺がいないのに何ですかこの人みたいになるもんね。いやー、もうほんと完全に片っ端からパターンでしょ、昨日。昨日のは完全にそうだよ。だってそうじゃなかったら分かんないもん、あれ。だってさ、ね、あれ、お店映してないし、唐揚げと、あとドリンクバー取ってきた感じはあるかもしんないけど、でもあれ確定的なもんじゃないじゃん、ガストだって。確証ってないじゃん。あ、ぽいなってだけで。そう。ぽいなってだけで、確証ってないじゃん。どう考えても、あの、映像も一切映してないし。いたとしても、だから何で、いや、本当だよね。しかもあれ別になんかね、ちょっとなんか飯食ってる時にそういうニュースが来たから、ちょっとそれについて語りたいなと思って、少しでも早く。で、枠取ったんですけど、そう。いやー、すごい話ですよ。いたとしても、だからな、いや、ほんとだよな。いやー、ふう、ふう、なんかソフトクリーム食いたいな。昨日ガストでね、あのホンダショコラみたいなの、なんかなんていうの、なんかチョコのケーキみたいなの、ケーキではない、なんていうんだろう、シフォンケーキでもないけど、なんだろう、中にチョコが入ってる、生チョコみたいなのが入ってて、でそれにホイップをトッピングして、ホイップっていうか、あのソフトクリーム、それのやつなんだよ。でさらに追加で100円でホイップの追加、ホイップクリーム、ホイップじゃない、ソフトクリームの追加みたいなのがあって、それを追加して食って、あと、唐揚げ食ってたの。ニンニクだれ唐揚げみたいな。単品で。また食いたいな、あれ。で、それとドリンクバー飲んでたんだけど。